ガオー浜田山ドラノコ不動産ですこんばんは。イタリア人の病気やウイルスに対する考え方は日本人と全く違います。彼らは多少でも不安が生じたらすぐにでもそれを積んでしまいたいと考え我慢したり放っておいたりはしないのです。 アニフレック社が数ある寝具ブランドにも先駆けて抗菌ウイルス寝具の開発に着手したこれも実現したこともこうしたイタリア人気質がきっと根底にあってのことなのです健康と安心を社訓とするイタリア人オーナーが営むイタリア人企業この寝具は居心地も含め最高傑作もしれませんね 山崎まり。それでは、お先に失礼します。